フリードリヒ・ビルヘルム一世は第二代のプロイセンにおける王。粗暴で無教養だったが、財政、軍政の改革によって、ブランデンブルクプロイセンの兄弟化に努め、兵隊王とあだなされた。1688年8月14日、後にプロイセンにおける王フリードリヒ一世となる、ブランデンブルク戦抵抗。 フリードリヒ3世とその妻ゾフィー・シャルロッテとの間に生まれた。1689年から1692年までハノーファーの祖母ゾフィー・ホン・ハノーファーに育てられ、その後ドーハ城を吐く、アレクサンダーやユグノーのジャン・フィリップ・ロビュールらによって教育を受けた。1698年の10歳の誕生日には父からブスターハウゼンの賞へを送られ、 1701年のフリードリヒ一世の即位に伴って、オラーニエンコーとなった。1706年11月28日、王大,大使フリードリヒビルヘルム一世は、母方の,おじ派のオジハノーファー選定校、ケオルク一世の娘で重視にあたる、ブラウンシュバイクリューネブルクハノーファー公女ゾフィードロテアと結婚した。ゾフィードロテアとの間には、四人は創生したものの、計十四人の子供を設け、 ロココ時代の君主の習いであるような多情を抱かなかった。1713年2月25日、不王の崩御によってプロイセン王位を継承したが、フリードリヒ一世の浪費によってこの時のプロイセンは破産寸前だった。こうして、新王フリードリヒビルヘルム一世は、軍事、財政の全般的な改革に乗り出すことになる。フリードリヒビルヘルム一世は、 精力的に国政の合理化、単純化に取り組み、同時に軍事力の強化に着手した。経済力のある市民の受け入れを促進し、ペストによって人口規迫になった東プロイセンに、フォンテーヌグローの直令により、カトリック勢力に迫害されたフランスのユグローたちを誘致した。1732年、特にプロテスタントへの迫害の厳しかった。 ザルツブルク大司教領からは2万以上の難民が移住し、荒廃した東プロイセンには再び活気が満ちた。また1713年の官営盲石工場設立、1717 17年のハーフェル川流域の小宅地干拓、1727年のベルリンセ領院設立などが王の業績として挙げられる。また従来より中央から五領地などに派遣されていた、 軍事観察官を強化し、ご領地の税収強化、戦時における兵糧や補給調達の整備など、軍事に特化した中央集権化を強靭に進め、この時代にはほぼ中央集権体制が完成された。フリードリ・ヒビル・ヘルム一世が行った軍政改革によって、関東制度が設けられ、地域別に編成された連帯への人員供給が安定した。また、王は、 長身の兵を偏愛し、そのような兵のみを選抜したポツダム巨人軍と呼ばれる、この絵連隊を組織したことは有名である。各地に出向いた長兵衛官は、誘拐や大金によって、長身の総男を募り、その中には、スコットランド人などもいたが、王はベルリンに専用の邸宅まで用意して兵士に与えたりした。この連隊の位置には、 多額の費用がかかったが、兵力としては何だ長所はなく、この王の唯一の娯楽とも言うべき連帯は、息子のフリードリヒニセイの即位を廃し、残留を望む者だけを一個大隊に集めて、他は解散させた。王は、軍隊の育成に心血を注いだが、この軍隊はほとんど実戦を戦うことはなく、フリードリヒビルヘルム一世が参加した戦争は、大北方戦争のみであった。 1714年には実質的に参戦し、スウェーデン軍を相手に戦ったこの戦争でプロイセンは勝利を収め、1720年のストックホルム条約でゼンポンメルン、シュテッティン、ウーゼドム島などの領地を獲得した。北ドイツでの権益拡大に成功したフリードリヒビルヘルム一世は、スウェーデンのドイツに対する影響力を一掃し、 バルト海地域での勢力図を塗り替えることに成功した。この一連の成功によって、広大のフリードリヒニセイの波行は大きく支えられたと語られている。1739年、自らが復興させた東プロイセンの繁栄を確かめる視察巡行の後、持病の水種が悪化し、1740年5月31日、フリードリヒビルヘルム一世は放御した。 フリードリヒ2世は、後年不王について、彼ほどサジにかかずらう人はこれまでなかったであろう。全く小さなことにかかずらうにあたっても、彼は賞を扱うことが大をなすのだということを、確信していたからであるという言葉を残している。改革の効果は素晴らしく、他国が驚くほどの軍事力を備えながら、国庫にはまだ貯蓄があったという。フリードリヒビルヘルム1世の知性には、 非常に多くの細かい直令や指令が下され、王はいちいち進化の生活に干渉した。直令は例えば、市場にて商いをする物売り女たちは、暇な時無駄話をする代わりに糸を紡ぐべし、というようなものであり、しばしば王自ら直令が守られているかどうかを、視察し、違反者は容赦なく杖で打たれた。あまりの恐ろしさに違反を犯していないものでも、 王の姿を見ると逃げ出したと言われており、ある日、それを追いかけて捕まえた男をなぜ逃げたかと問い詰めて、王が恐ろしいのでと返答した男に、王は、お前たちは私を好きになるんだ。と打ちのめしたという逸話がある。当時のプロイセンは進んだ、司法制度を持ち、司法と政治が独立していたヨーロッパで、唯一の国であったが、王大使。 フリードリヒの逃亡未遂を手助けしたハンス・ヘルマンフォン、勝手の裁判をめぐっては、無期懲役の判決を不服として控訴し、この世から勝手が一人消えるか司法が消えるかどちらが良いかと判事を脅迫して、死刑判決を出させた。このような暴力性はすでに子供の頃から顕著で、文化人である不ーとは、反りが合わず、嫌われており、ヒゾフィードロテアの父ジョージ一世と子供の頃に、 ハノーファーであった時はその髪を引きむしって暖炉にくべたという。また、王のもう一つの特徴として、非常な飲食が挙げられ、その宮廷の料理の質素なことに外国の施設はしばしば驚愕した。かといって王が質素な料理を特に愛したわけでなかったということは、ある進化の日記に王は招かれることをお好みになり、たびたび進化の財布で奉食なさっては、狼のようにヘドを、 お吐き遊ばされたとあることからわかる。また、この時代に、月ものの外交的接待については、ある時、六千ターラーしか使ってはならぬが、三万から四万、ターラーを使ったように見せかけようと訓示していることから、王としての威厳を維持する必要を理解していたことも、わかる。フリードリヒ・ビルヘルム一世は、後に、フリードリヒ二世となる王大使フリードリヒとは深刻な葛藤があり、 気質の正反対な息子に対して王は、しばしば暴力によって王となる者の模範を示した。オペラや喜劇などのくだらぬ楽しみには、絶対に近づかせぬことと教育係に言明し、フリードリヒの蔵書は取り上げられた。このような束縛は当然さらなる反発を招き、逃亡未遂と幽閉という結果を生むことになる。しかし、王の晩年に、不死は和解し、 フリードリヒ・ビルヘルム・一世はフリードリヒに対して、あとは、息子に継いでもらうから、思い残すことはない。あいつはうまく統治する能力を全部持っている。軍も維持すると約束してくれた。分別もあるから大丈夫だ。と全幅の信頼を表す言葉を残しており、息子が器量人に育ったことに、満足の意を示すなど、普通の父親らしさも持っていたことがわかる。とは、プファルツ先帝高。 フリードリヒ4世の子で兄弟は、イングランド王ジェームズ1世と、王妃アンの長女、チャールズ1世の姉、王妃ゾフィードロテアとの間に14人の子を設けた。ありがとうございます。